ダメ、このステップがどうしてもできない。はあ、頭冷やした方がいいかな。少し休憩しよう。もう一回お手本の動画を確認してみよう。この後の練習はもっとできないところを重点的に。あれ、日和ダンスの練習してたの？めぐる、来てたんだ。ふん、今来たところだよ。今度のイベントもあるし、ダンス練習しとかなくちゃね。日和もだよね。そうだけど。私も誘ってよ、一緒に踊るんだし。熱い、離れて。チェー、私まだ練習するから。めぐるも始めるなら勝手に始めて。日和、今までずっと練習してたんじゃないの？あんまり無理しちゃダメだよ。本番が来るまでにできるだけのことをしておきたいから、やれる努力をしないで本番を迎えるなんて私は絶対に嫌。日和がすっごく頑張ってるの私は知ってるけどな。努力していたって結果が伴わなければ意味ないから。日和は今のままでもすごいんだけどな。そんなことない、むしろ私がめぐるの足を引っ張ってるのに。でもこのまま一人で闇雲に練習していても何も変わらない。日和？めぐる、その時間があったらでいいんだけど。うん。私にダンスを教えて。え？嫌なら別にいいけど。そんなことない、すっごーく嬉しい。なんで喜ぶの？そりゃ喜ぶよ、だって仲間だって感じがするし。そういうものかな。そういうものだよ。そっか、とにかくしばらくよろしく。楽しくやろうね。めぐる、ここのステップはどうやってるの？私はね、こうバッって感じでやってるかな。バ？あ、ごめん、ちょっとわからないんだけど。え、じゃあグワーって感じだよ。あー、ちょっとどころじゃなく全然わからないの間違いだったみたい。言葉で教えるのって難しいね。じゃあ鳥さんみたいに。ごめん、わかりづらいからやっぱり大丈夫。ごめんね。付き合ってもらって助かってる、ありがとう。日和、どういたしましてだよ。なんで止めるの？だから抱きつかないでって言ってるでしょ。そろそろいいかなって思ったのに。そろそろとかないから。そんなことよりダンスの練習でしょ。めぐる、実際に踊って見せてもらってもいい？じゃあやってみるね。こんな感じに、こう。なるほど、こんな感じ。あ、すっごくいい感じ。この調子で続けてみよう。じゃあ次のステップはこういう方が合うのかな。そっちの方がグワーって感じするよ。そのまま次のところは。めぐるのおかげで随分上達したみたい。日和が頑張ったからだよ。これで本番もバッチリだね。うん、まだそこまでじゃないと思う。
もっと上手くやれるはず。もう十分上手だと思うけどな。まだ上を目指せるのに妥協はしたくないから、来てくれているファンの皆さんがもっと喜んでくれるようなステージにしたいの。あ、それだったら確かに日和のダンスは何か足りないかも。足りない？うん、さっきのダンスを見てちょっと引っかかったんだよね。それって何？めぐる、詳しく教えて。ちょっと待って。あ、わかった。笑顔だよ、笑顔。日和には笑顔が足りない。笑顔、確かにアイドルだから笑顔は大切ね。違う違う、そういうことじゃないよ。日和自身がまずは楽しんでやらなきゃダメなんだよ。でも私たちはアイドルなんだし、仕事として真剣に取り組むべきじゃない？真剣なのは大前提だと思うんだけど、アイドルの仕事ってお客さんを楽しませることでしょ。私たちが楽しんで踊ってる方が見てるお客さんもきっと楽しいと思うな。まずは自分たちが楽しむか。そんなこと考えたこともなかったな。ありがとう、めぐる。おかげでちょっと分かった気がする。もう少し練習に付き合ってもらっていい？もちろん、日和のためならどこまでも付き合っちゃうよ。だから隙を見てくっつくのはやめて。もうすぐ本番か。変だな、いつもはこんなに緊張しないのに。日和、めぐる、緊張してるみたいだね。まあちょっとだけね。あんまり気負いすぎちゃダメだよ。手ギュッてして。だからそういうの別に。めぐる、ねえ日和、もう少しこうしてよ。実は私も緊張してるんだ。どうしてだろうね。めぐるもそんな顔するんだ。私も驚いてるんだけどね。ちょっと今日は特別みたい。そっか。ね、一緒に深呼吸しよっか。うん。はあ、うん、これでちょっとは落ち着いたかな。うん、かなり落ち着いたかも。なんかこういう雰囲気ってあんまりないからちょっと調子狂っちゃうね。それはこっちのセリフ。めぐるは賑やかじゃないとなんか嫌。いつもは嫌がるのに。で、もうすぐ出番だね。大丈夫だよ、日和は今日まですっごく頑張ってきたもん。めぐるもね。そっか、じゃあ大丈夫だね。行こう、めぐる。うん、ありがとうございました。別にそこまでじゃないでしょ。でも今までで一番うまくいったのは確かだと思う。そっか、おめでとう。ちょっと抱きつかないでって。にぎやかな方がいいとは言ったけど、やっぱりもう少し静かにして。